大阪ミナミの町にたむろする集団。耳を傾けていたのはちょっとこわもての男たち。今日天候も悪いかもしれないですけど、雨天決行するんで、今日皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうだ、どうしよう。始まったのは喧嘩ではなくゴミ拾い。リーダーは世間を騒がせたメジャー級にやんちゃな男。まあ、僕ら大阪疎開って名前なんで、まあ、西成の炊き出しにとどまることなく、あの子供らのことをやったりとか、まあ、ゴミ拾いとか、まあ、結局今続けていけることをやろうということで、ボランティアグループ大阪疎開。メンバーは格闘家、YouTuber など個性的な面々。しかし過去に犯罪に手を染めた者も。いわば罪滅ぼしのゴミ拾い。地に這いつくばってゴミを拾う一人の男がいた。ゴミを拾うその手は素手。こんなもんね、自分の汚れに比べたらね、どっちことないですよね。やっぱり洗って落ちるなんか汚れじゃないですよ。小指が男の過去を物語る。小指がね、汗で取れちゃうね。取っときます。そして男は行き場のない若者が集まる振り下へ。ゴミある？あったらもらうよ。大丈夫。おじさんもね、もともとヤクザやって指なくて、はい、ほんまやわ。で、入れずにこんなバーセー入ってて、今やってて、牧師やってんだけど、もうでもおじさん今人生やり直してんねん。頑張ってください。ああ、頑張ろう。頑張ります。ああ、じゃあね。親分はイエス様。一生続く男の懺悔に耳を傾けた。男の一日は包丁の音から始まる。男のねぐらは築39年、家賃5万円のアパート。大体弁当ですよね、ほぼ。安いから。外食なんかずっと行ってたら、お金なくなっちゃう。富山に家族行くから、だから1円でも多く家族に送ってあげたいなって、週振りね。キリスト教の教えを伝えるため、2年前から伊丹で単身赴任。台所に立つ姿も板についてきた。というわけにはいかないようだ。やっぱりね、焦がすぐらいじゃないとダメですよ。男の手料理を持って向かう場所、それは週5日建設現場で汗を流す。わかりました。不況にかかるお金は働いて稼ぐ。共に働くのは二回り以上年下の若者。一生続く過去の懺悔。人生はペンキのようには塗り直せない。真面目にコツ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 やっていくってすごいことですよね。はい、一生懸命グッと歯を食いしばってやってるサラリーマンの方々っていうのは、本当に前も言ったけど、尊敬に値しますよね。天皇お父様ありがとうございます。私たちが仕事していく中で肉の糧が必要であって、また霊の糧も必要ですから、霊肉ともにあなたが養い育ててくださることを感謝してお願いします。アーメン。いただきます。いただきます。いただきます。富山に残した家族、キリスト教、二つの十字架を背負いながら、二神牧師は質素倹約に一日一日を生きる。そんな男の半生を訪ねてみた。まあ、両親も複雑だったんで、離婚したりとか、そういうので
ね、離婚再婚離婚再婚とかいうことがあるん で家庭環境ではいいか悪いかってよくないですよね。でだから私本当のお父さんっていうのは覚えてないしって、でまたそれがいじめられっ子ではあったしね、引っ込み思案であって、いじめられた少年時代、そして誰よりも憧れた強さ、重視で不良と呼ばれ、気づけば人侠の世界へ。しかしある時、憧れ続けた強さに違和感を覚えた。そういう闇金融をやっていく中で、やっぱりお金に困ってる人たち、自分よりもその弱いものを苦しめてるのは結局は変わらないじゃないですか。そういう生き方っていうのにやっぱり嫌気がさしてきた。でもまあ要するにだってクズでやってることに、もうクズみたいな生活してることに嫌気がさしてきたっていうのが実際のところですね。28歳で堅気の世界へ、傷だらけの心に響いたイエス・キリストの言葉。昨日までのお前たちの罰や罪は全部俺が清算したからって、だから今日から、俺に気づいた今日から新しく生きることができるからって言って新しい道を押し出してくださったのはやっぱりイエス様。俺はそれが、主、私の主人であって、私の親分であるから。親分はイエス様。すねに傷を持つ牧師の教会は夜の街にある。はい、こんばんは。こんばんは。またここでこうしてお話しできることを感謝します。今は牧師としてやらせてもらってるんですけども、この過去のありのままの姿っていう部分で語らせてもらいます、はいはい。ね、本当にいいもんじゃないんですけど、お恥ずかしいもんではあるんです。過去の私の姿っていうのは変わらないけども、でもね、見える世界が変わらないけれども、見えない世界から変わっていく世界があるってことを皆さんに今日本当に知ってもらいたいんです。キリストの教えを身近に、そう思い始めた夜の伝道。耳を傾けるのは人生にもがく女性。うちの子で言ったら、まあ、4人いるんですけど、長女が生まれつきの病気で、肝臓の病気でちょっと肝移植してるんですよ。置いて買い物に行かないといけないっていうのがあって、その時にやっぱり近所から通報があったりとかして、ネグレクトっていうことでって言われて帰ってきて、二度の結婚を経験したシングルマザー、過酷な子育て、元夫の逮捕、目をつぶりたくなる現実に向き合う34歳。今にも崩れてしまいそうな女性、双上牧師の言葉に熱がこもる。私たちの心の状態は畑があります。心が畑なんですよ、この中が。でも誰の畑も良い畑なんか持っちゃいないんだよ。恐れという石ころがね、この心の畑にはいっぱい散りばめてある。でも雑草もいっぱい生えてくる。その雑草は不平不満という雑草も生えてくる。でも心の畑の雑草を額に汗しながら抜いていかなきゃならないんですよ。俺も同じだったんです。ヤクザやってる時にいろんな石ころが起こってた。恐喝っていう石ころも起こって、人を脅すっていう石ころ。でも人生やり直す時にその一歩一歩抜いてったんです。抜くだけでは終わんない。心の畑に種をまかなきゃ種まきにはならないんだ。あなたが今種として置かれてるところは苦しいとこかもしれない、楽なとこじゃないかもしれない、修羅場かもしれない、絶望のところかもしれない。置かれたところで避けって、避けないことはない、避けない花はないから。でもね、どうしても避けない季節っていうのがあるんですよ。下に下に根を生やしなさいって言うんですよ。根っこっていうのは目に見えないんですよ。みんなは見栄えから変えようとする、外見から変えようとする。でも根っこから変わらなければ人も変わらない。これは鉄則ですよ。根っこが良ければ花は咲く、美しい花を咲かせることができる。根が深ければ深いほど、さっき言った避けないシーズンで根を深く深く深く根を張れば張るほど、その花は強くて大きな花になりますよ。そして双上牧師が咲かせたい花がある。それは山の教会に。
ここは虐待、育児放棄、さまざまな理由で親と過ごせない子どもたちが生活する施設。2年前から毎週礼拝に参加している。助けたい一人の青年がいた。上田君いますよね。上田君ね、今度火曜日からまたうちの会社で働くことになったんです。60名の人が毎日、ね、聖書とスマホを手にする上田青年。高校卒業後就職するも会社に馴染めなかった。おじいちゃんおばあちゃん皆さん、もう一回やり直さないな。これはな、彼は自分の気持ちを伝えることが苦手。翌日、髪を黒く染めた青年の姿が彼なりの決意の表れか。二神牧師が勤める建設会社で一人前の男を目指す。そして青年はゆっくりと言葉を選ぶ。お世話になって、やっぱ頑張ろうって思って、まあ、そんな彼の門出に牧師は祈る。ここに平安と祝福がありますように、主イエスキリストの御名を通して感謝して祈ります。アーメン。頼むでだ、頑張ろう。何しても、こんないいのが与えられてるんだからさ。人生生き直し真っ只中の入れ墨牧師。困っている人がいれば助ける。金がなくても飯を食べさせる。これが男の仁義。ああ、盛りだよな。これは兄弟さんなんですか。あ、兄弟どうぞ。違うみたいです。金なし、教会なし。それでも愛はある。傷だらけの聖者の行進は続く。